こんにちは、パルトラです。今回も発売日を楽しみにしてたフィギュアが一体届きました。今回ご紹介するのはバンダイムービーモンスターシリーズゴジラ1984です。これは1984年に公開されました映画ゴジラに登場したゴジラです。このゴジラは平成ゴジラシリーズのイメージが強いのですが、実は昭和期の作品であり昭和最後のゴジラでもあります。それではちょっとね、他のゴジラのフィギュアと並べてちょっとサイズ感を見てみたいと思いますね。はい、じゃあこれを置いてみましょうかね。はい、これですね、エクスプラスの東宝30センチシリーズの酒井雄二造形コレクションの84ゴジラですね。しかしこの腕のね、このポーズの取り方の感じとかね、ちゃんと特徴を捉えてる感じはありますよね。ちょっと横向けるとこのぐらいのサイズ感ね、こんな感じですね。ということでですね、今回も思い切ってですね、タグを外しましたよ。はい、こういう感じのタグですね。いやー、かっこいいですね。裏側はこんな感じね。はい、で2つ折りですね。はい、こんな感じのタグです。ちなみにですね、今回タグをね、上手に外せなくてですね、失敗しました。いつもですね、このタグがついてる付け根のね、ゴジラの本体の部分をね、ドライヤーで温めて引っこ抜くんですけどね、先端部がね、ゴジラのね、体内に残ってしまいました。ということで、ゴジラ本体を見ていきましょう。おー、いい顔してますね。今回ね、タグをね、取り外すのに失敗したので、中にね、こう切れ端が残ってるので、こう振るとね、シャカシャカシャカってね、ちょっと音がするんですけどね、取った後はね、特に残ってないのでね、まあ、全然中に残ってても支障ないんですけどね、この音が気になる場合はね、このまた足のパーツをね、温めて外して取り出すっていうこともね、できますけど、今回はもうこのまましておきます。いや、それにしてもいい顔してますね。はい、目もいいですね。特別ね、はみ出してる感じないですね。目の瞳も綺麗に塗装してますね。はい、歯はね、これ一本ずつね、作られてるわけではないですね。こう塗装自体はね、綺麗にね、歯を表現してますけどね、歯はこう一体型の感じになってますね。はい、でも質感はなかなかいいですね。おお、いいですね。あ、この感じね。はいはい、足のね、この爪の部分も割と綺麗にね、塗装してくれてますし、手の指の爪も綺麗にね、塗装できてますね。口の中の下もね、なんかこうちょっとね、下にこうザラザラ感みたいなのがね、ありますけど、はい、下はこうね、赤っぽい色がね、塗装されてます。これもね、いい感じですよね。で、この腕のね、この左右のね、こう微妙に高さをね、変えてるとこがいいですよね。これね、84ゴジラのね、こうすごく特徴的なね、ポーズなんですよ。これね、このなんかね、こう怪しげなね、この手つきというかね、これ本当にいいですね。はい、足もね、こう特別ね、思いっきり太いみたいなね、そんな感じでもなくてね、非常にバランスのいいね、こう太さだと思いますね。ね、指は4本ずつですね、足はね。はい、あ、手もか、ね、両方4本ずつの指になってますね。はい、この辺のね、ちゃんとこの足の付け根のあたりのね、このシワ感も出てますしね、このもものあたりのね、筋肉もちゃんと表現されてます。筋肉質な感じですね。いいですね。尻尾もですね、こんな風にね、少し曲がった感じでね、
ちょっとこう躍動感がある感じに仕上げられてます。はい、この背びれですけどね、尻尾の途中からね、こう白っぽいグラデーションがついた感じで塗装されてます。ちゃんとね、この背びれの表面のね、質感も出てますね。ボコボコした感じ、これね、いいですね。はい、真後ろから見るとこんな感じですね。あ、いいですね。尻尾の裏側とか足の裏側はこんな感じですね。はい。そして可動部ですね。まずこの腕が可動します。この肘から先がね、こんな風に可動するんですね。こちらもそうですね。肘から先がこんな風に可動します。そして足ですね、付け根の部分からこんな風に可動します。左右ともですね。尻尾はね、こう硬くてちょっと回転しないようですね。可動はこんな感じかな。あ、首ね、首はね、あ、はいはい、首が回転します。ほらね、こんな風に首も回転します。はい、可動はこんな感じですね。あ、いいんじゃないですかね。この顔の感じもね、しっかりこう特徴がね、捉えられてる感じがありますね。このゴジラはやっぱりね、この顔がちょっとね、ワイルドな感じね、悪人面っていうのかな、ちょっとね、そんな感じのこの顔つきがいいんですよね。結構ね、このゴジラ好きな人多いんじゃないでしょうかね。この目がね、こうどこ見てるかわかんない感じね、これもいいですし、この大きな目がね、割とこうキュートにも見えますしね。はい、ほんといい顔してますね。昭和ゴジラのね、イメージがね、しっかりと残ってる感じがありますよね。うん、本当にね、いい顔してますね。ということでですね、同じムービーモンスターシリーズのゴジラをね、いくつか一緒に並べてみました。いや、かっこいいですね。しかしもう今やね、新しいデザインでどん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 ね、ゴジラが出てきててね、やれこっちのゴジラがいいとか、こっちのゴジラの方がかっこいいとかね、このゴジラが好みだとか、まあ選べるようにね、なりましたけどもね。やっぱりこのね、84ゴジラね、一番最初見た時はかっけーって思いましたよね。本当にね、昭和ゴジラのイメージを残しつつですね、洗練されたデザインでね、ゴジラが出てきたのでね、しかももう特撮もね、素晴らしくてね、やっぱりね、この84ゴジラ、そういう意味ではね、本当にね、かっこいいと思いました。これね、ガメラも同じでしたね。平成ガメラのね、 G1 ガメラ出てきた時に、やっぱり同じようにね、昭和ガメラのね、イメージをちゃんと残してね、そして洗練された形のね、デザインで出てきたっていうのはね、本当にね、同じようなね、感動を受けてましたね。はい、いや、しかしムービーモンスターシリーズいいっすね。ということでですね、今回ご紹介したのはゴジラストア限定バンダイムービーモンスターシリーズゴジラ1984でした。ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今回はこの辺で、バイバイ。これは1984年に公開されました映画ゴジラに登場したゴジラです。このゴジラは平成ゴジラシリーズのイメージが、あ、失敗。これは1984年に公開、あ、ダメだ。これは1984年に公開されました映画ゴジラに登場したゴジラです。このゴジラは平成ゴジラのイメージが、平成ゴジラシリーズだ。これは1984年に公開されました映画ゴジラに登場したゴジラです。このゴジラは平成ゴジラシリーズのイメージが強いのですが、実は昭和期の作品であり、最後の昭和
ということでね、ムービーモンスターシリーズのゴジラのいろいろ、ゴジラ、あ